はい、ということで、ただいまですね、4月の30日で、これ何を音楽を流れてるのかというと、このちょっとスーサイドスクワットっていうドラマを見てます。はい、でちょっとね、これからまた作業をしていく予定なんですけども、ちょっと最近はちょっとオンラインのサロンを2つ作ろうとしてるのと、あとはブログと、あとは動画編集をやっていこうと思うんで、なので結構作業が多いです。で仕事量もパーソナルトレーニングに関しても結構抑えてる方で、もう基本的にそのサロンの枠組み作ったりとか発信のものを作ったりとかしてます。はい、はい、ということで、ただいま4月30日の12時15分です。これからちょっとジムに行って、で1時半に、賃貸を紹介してくれた森部さんっていう方とお会いします。でこれからちょっと、先ほど言ってた賃貸の森部さんという方がご挨拶に来てくださるみたいなので、それが終わったらですね、今日はちょっとミーティングが2本あって、であとコミュニティに関しての構成をちょっと2つ作っていくので、なのでまた多分カフェに行くと思うんですけれども、もうがっつり6月以降はちょっと僕の好きなようにガンガン動いていこうかなと思ってるんで、なので、まあ、初速はちょっと正直僕が思ってたよりも遅いんですけども、まあまあまあ、ゆっくりと認知されながら、まあ少しずつここが広まっていければいいかなと思うんで、うん、まあそんな焦らずやっていこうかなと思います。はい。ありがとうございます。撮ってください。ガンガン撮ってください。でもだいぶ気に入ってくれてますね。めっちゃ嬉しいですよ。はい、かっこいいです。テイストがすごい好きですね。ありがとうございます、うん、そんなにいなくなるもんなんや。ただちょっと作業しているところです。でこれは今日ちょっと、書いて、でとりあえず、まあ、1週間かけてガンガン書いていこうかなと思っているノートです。でこのノートを書いて今日はとりあえず終了する。はい、ということでですね、ただいまちょっとさっき見ていただいたように睡眠ヨガっていうのをですね、新しく受けました。めちゃくちゃ良かったです。何が良かったかっていうと、僕結構最近睡眠に関してちょっとね、おろそかになってたんですけど、結構もうなんていうんですかね、こうしっかり睡眠に対して意識を向けれるようになったというか、睡眠ってしっかりこういう風にゆっくり入っていったらこんなにも睡眠に集中できるんやっていう風に、あれなんかちょっと怪しい情報商材屋みたいになってないですかね、大丈夫かな、やったことなかったんで、なので個人的にもすごく面白かったです。でかつ勉強にもなったんで、まあ、ちょっとこれをですね、この自分のスタジオでどんどん受けれるようにしていこうかなと思います。はい、なので福岡に来てくださった方は、ぜひ受けれるようになっていると思うんで、ぜひですね、当スタジオにお越しの際は受けてみてください。はい、ということでおはようございます。今日はですね、5月の2日です。でこれからちょっとカフェに行って、今日は動画編集をしていくんですけど、今日は動画編集と、ノートをですね、ちょっと今日発表する用のノートをちょっと作ろうと思ってます。はい、ということで先ほどカフェの作業から戻ってきて、動画編集が1本ありました。でここからワクチンを打っていきます。はい、ではここで受けていきます。はい、ということで戻ってきました。いやー、今日さっきワクチン打ったんですけど、正直ちょっと分かんないですね、どうなるかが分かんなくて、今んとこめっちゃピンピンしてるんですけど、ただいま5時です。はい、5月2日の5時なんですけど、まあちょっと副反応で今日明日はちょっと厳しいかもみたいな形に言われたんで、うわー怖いなー。この瞬間が一番怖くないですか、ワクチンのこのなんか嵐の前の静けさで、確実に嵐が来るっていうのが分かってる時怖いわー。多分こういうのが嫌なんでしょうね、ワクチン打つ人は、うん、はい、ということで、5月3日です。昨晩から、一応ここでちょっとサクッと、ちょっと就寝してたんですけど、
熱が、まあ熱があったというよりも、正直この腕の痛みがちょっと痛くて、今結構痛くて、でまあ若干だるいかなっていうのと、あとはまあご飯はそんなに正直めちゃくちゃ通るわけではなくて、でプロテインは、そこからちょっと飲んでっていう形なんで、まあそこまで、まあ、影響はなかったんですけど、まあ、正直、1,2 回目の方がちょっとしんどかったのかなっていうのが一番大きかったです。ただでも 1,2 回目はなかった、その副作用とかがあったんで、副反応かがあったんで、なのでちょっとまあしんどかったけどなんとかいけたって感じです。はい、Nice knowing you, Spider-Man. え、なんですか？自撮りできないんですか？あ、これ自撮りできますよ。だでも画面出ないんですよ。そう。あ、そうなんだ。だから前のカメラよりはちょっと劣るんですけど。前カメラ持ってましたっけ？前カメラ持ってました。はい、ということでおはようございます。今日はですね、5月の2日です。で、これからちょっとカフェに行って、今日は動画編集をしていくんですけど、今日は動画編集と、ノートをですね、ちょっと今日発表する用のノートをちょっと作ろうと思ってます。Stop.